さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介しておりまだ終われません。続きましてはミニーちゃんハピネスつむよりですね、やってまいりましょう。うん、でも嫁さんがですね一番好きなキャラクターですね。はい、もうね僕ね今回ね子供が生まれたんですけどね、もうどんな服着せるかっていうので、ね、もうミニーちゃんだらけになったりとかしてたんでね、いやー本当に可愛いもんすよ子供って。まだね今ねコロナの影響もあって面会もできないですから、退院までねちょっと会うことができないんですよ。今まだ病院にいるんですけど、うん、毎日のようにね今日はこんなだったので、ね、写真とねムービーをねいっぱい送ってくれるんですよね。うらやましいと思うからね。でようやくねちょっとずつ、まあ、この収録これを収録している日なんですけど、まあ、目も開いてきてね、まあ、まだ生まれたての赤ちゃんって視力が 0.2 とかそのくらいしか見えないんで、ちゃんとママかどうかっていうのを判別はなかなかしてないと思うんですけど、まあ、それでもね、じーっと見ながらね、あ、ママ、ママっていうかね、あ、なんかおるみたいな感じでね、じーっと見てるね、動画を見てね、僕ね、人生で初めてですね、なんて言ったらいいんだろう、こう、何かを見て自然と顔がにやけちゃうっていう経験をこう初めてしてるんですよ。すごい不思議な感覚ですよね。今までそんなことがなかったんですけどね。ね、もういろんな人にね、あ、ブルーホースは絶対にも親バカになるわって言われてて、自分でもそんな気がしてたんですけど、もう想像以上に早い親バカになっちゃったって感じですよね。ということで、ミッキーとミニーのようにラブラブなカップルをね、子供ができたとてずっと続けていけるように目指していきたいなぁなんて思ったりするんですけどね。はい、ということでミニーちゃんは恋人ミッキーを連れてくる、そんなつむでございました。では次回またお会いしましょう。バイバイ。